こんにちは。僕はタヨ。ここをクリックして登録してね。真夜中の幽霊騒ぎ。真っ暗な夜、古い工場の前に働く車たちが集まりました。これから工事をする場所はここか。なんか薄気味悪いよね。こんな暗いのに絶対工事しないといけないの？仕方ないさ。近くに学校があるから昼間やるとうるさくて授業の邪魔になるんだ。よし、じゃあ早く帰るぞ。これなんだ？どうしたの？さあ、タイヤじゃないか？これ、もしかして。どうした？何か知ってるのか？それが、前に片側のタイヤがないトラック幽霊の噂を聞いたんだよ。トラックの幽霊？ここで働いてたトラックが事故に遭ってしまって、毎晩なくしたタイヤを探してこの辺をさまよってるんだって。これもしかしてそのトラックのタイヤじゃないよね？何言ってるんだ。トラックの幽霊なんているわけないだろ。そうだそうだ。変なこと考えずに働こうわ。そうだな。今何の音だ？まさかトラックの幽霊？ありえない。そんなの全部作り話。まさか本当に幽霊なのか？全部整備するにはかなり時間かかりそう。とりあえず今日はできるところまでやってみて、残りは明日整備しましょう。整備が終わるまでみんなはここにいた方がいいわ。わかった。ところでどうしてこんなことになったの？驚くな。昨日の夜工事現場に幽霊が出たんだ。え？幽霊？それ本当？みんな、さっきの話本当？本当に幽霊見たの？もちろん。奇妙な声で段ボールも崩れ落ちて、すごくびっくりしたんだ。幽霊だって。これじゃあ幽霊のせいで壊れたの？もっと話聞きたい。お願い。みんな遅れるわよ。早く出発しないと。わかったよ。じゃあ帰ってきたら話して。幽霊だってすごく怖かっただろうな。そう？僕は全然怖くないけど、太陽は怖がりなんだ。僕だって全然怖くなんかないぞ。さっき確かに怖いって言ってた。違う、ロギ。じゃあ僕とかける？かけ？そうそう。今日工事現場に行って僕が怖がりじゃないか確認するんだ。よし、僕ができないと思って。じゃあ夜になったら一緒に行くからね。わかった。二人とも大丈夫かな？本当に怖そう。だけど怖がるわけにはいかない。実際に見ると本当に怖いな。だけど頼りに負けるわけにはいかない。それじゃあ入ろっか。そうだね。お、タヨとロギ、こんな時間にどうしたんだ？いたずらしようかな。あれ、やりすぎたかな。本当？そうなんだ。本当に幽霊がいたんだから。すっごくゾッとしたよ。僕たちだったから無事に帰ってこれたけど、二人が言ってたらどうなってたかわからないよ。シュー。怖い。みんな、スピーディー。朝からどうしたの？二人に話したいことがあって。ごめん、昨日二人を驚かせたの俺なんだ。すごいスピードで逃げたから、いたずらっていう暇もなかったよ。なんだ。
それじゃあ幽霊じゃなくてスピーディーを見て逃げたの？二人とも弱虫だったのね。なんだって弱虫？ガニ、お仕事に行こう。じゃあ俺も行こう。完全に笑い者じゃないか。こんなんじゃダメだロギ。今日の夜にもう一度工事現場に行こう。わかった。このまま引き下がるわけにはいかないもんね。この程度ならみんな大丈夫だと思うけど。そうか。うん、もう工事現場で働くのに何の問題もないわよ。工事現場？でも花、体に力が入らないけど。僕もまだ辛いみたいだ。まだ工事は無理かもしれない。もうちょっと休んでからじゃダメか。まあ、それなら少し休んでも。そうか、ありがとう。ちびっこバス、だよ。弱虫なんて。見返してやるぞ。今日の夜は絶対幽霊がいるか確かめるんだから。到着しました。もしかしてこの猫見たことある？そう、見てないけど。そう、猫を探してるんだ。うん、ティティっていう子でずっと前から一緒に過ごしてきた家族なの。でも私の失敗で公園で見失ってしまって。そんな、そうだったんだ。心配しすぎないで、絶対に探せばいるはずだから。僕も見つけたら必ず教えるね。うん、ありがとう。3番の自動車は前に出ました。おお、いいぞいいぞ。すごいぞ。本当に速いですね。具合が悪いって言うけど、そうでもなさそうね。そうだな。壊れたところが治らないな。どこか故障したみたいです。彼らのことだ。幽霊が出るって怖くて工事できないんだって。体は大きいのにすごく弱虫なのね。止まってしまいました。一体どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。あら、聞こえちゃったみたい。行こう行こう。ああ、3番、とうとう寂しく残されてしまいました。ああ、悔しいですね。こんなんじゃ永遠に笑い者じゃないか。それにずっと工事しないわけにもいかないし。だけど、幽霊がまた出たらどうするんだ。そうだな。その日の夜、タヨとロニーはもう一度工事現場へ行きました。今日はどんなことがあっても建物の中に入るんだ。うん、これ以上お笑い者にはなれないもんね。うん、行こう。うん。怖い。僕も。でももう少し入ってみよう。やっぱり幽霊なんていないよね。やっぱり僕たちが来たから怖くて逃げたんだよ。そうかな。大変なことになるところだったぞ。うん、夜遅くにこんなところで遊んでたらすごく危ないだろ。本当にごめんなさい。ところでみんな、体はもう良くなったの？もちろん、この通りもうピンピンだ。本当に良かった。実はもっと早く来れたんだけど、幽霊が怖くて来れなかったんだ。そうなの？恥ずかしいけど。でももう大丈夫さ。俺たち以外に誰が工事するのさ。やっぱりかっこいい。またこの音か。一体どこからの音なんだ。あっちか。お、子猫たちだぞ。なんだって。それじゃあ幽霊の音は子猫の鳴き声だったのか。でもなんで物が落ちてきたの。そうだよ、この子たちが落ちたわけじゃないし。あれはお母さん猫じゃないか。
あ、それじゃあ今までこの猫が子供たちを守ろうとしてたのか。なんだ、結局幽霊なんていなかったんだな。この猫ってティティ。あー、ティティどこに行ってたのよ。私がどれだけ心配したか。もう一つプレゼントがあるんだけど受け取ってくれる？え？よいしょ。この子たちってキティがこんなに可愛い子猫たちを産んだんだ。すごく可愛いでしょ。はい、タヨ、本当にありがとう。いや、実はキティは勇敢な働く車たちが探してくれたんだ。そうだよね。いや、勇敢かはわからないが僕たちが見つけたんだ。ありがとうございます、ありがとうございます。いや、そんなこと。キティが家族のところに戻れてよかったですね。みんなが幽霊を怖がっていたことは秘密にしておきますね。最高の働く車。穏やかな朝です。おや、タヨがいますね。おはようございます。やどこからか大きな音が聞こえてきます。何の音だろう。よっしゃ。それは工事現場で働く車たちが一生懸命お仕事をしている音でした。すごい、ここでビリーが働いてるんだ。あの、まだかな。あー、すみません、すぐ出発します。工事現場は珍しいものも多いし、すごく面白そうだな。タヨはビリーが働く工事現場が気に入ったようです。ハナ、おかえり、タヨ。早く帰ってきたわね。はい、今日は午前中だけ運行だったんだ。ちょうどよかった。だったらお使いに行ってきてくれる？お使い、疲れてて休みたいんだけどな。ビリーに定期点検が1日延期されたことを知らせないといけないの。ビリーに？はぁ、それじゃあ工事現場に入って見学できるってことか。ちょっと忙しくて、タヨが行って知らせてくれない？はい、もちろんだよ。 ありがとう。じゃあ行くところを。ビリーだったら僕がどこにいるか知ってるよ。本当？うん、それじゃあ行ってきます。お願いね、タヨ。心配しないで。お使いはそんなに嬉しいのかな。ついに到着。わー、よいしょ。タヨ、こんにちは、ビリー。ん？タヨが来たのか？こんにちは、タヨ。君がタヨか、よろしくな。こんにちは。ところで何しにここへ？ああ、定期点検が明日になったことを伝えるように花から言われて。そうか、じゃあ明日行けばいいんだね。はい。僕のために遠くまで来てくれたんだ、ありがとう。今何をしてるの？うん、ここに高いビルを建てるのさ。お、ビルを？うわ、最高だよ。すごくかっこいい。僕がちょっとかっこいい方だよね。何言ってるのさ、ビリー。俺を見てかっこいいって言ったんだろ。なんだって、かっこいいって言ったら僕が最高さ。僕のかっこいい姿を見てもそんなことが言える？僕がいないと何にもできないけどな。なんだって？工事現場の土は俺が運んでるんだぞ。その土は僕が積んでるんじゃないか。僕が土を集めなかったらどうやって積むのさ。おや、ビリー、建物を建てるセメントは僕の担当ってこと忘れてないか？いや、僕だよ。最高なのは僕さ、君たちじゃない。黙っててくれ。いやいやいや、よし、じゃあ試合で誰が最高なのか決めよう。試合で？そうだ、そうだ、そうしよう。土掘りの試合はどうだ？うん、土運びだ。それよりセメント混ぜがいいぞ。いいや、たくさん土を集めるのはどうだ？それは君の得意分野じゃないか。君だって自分が得意なものをしようって。分かった、だったらこうしよう。タヨ、タヨが審判になってくれ。僕が？うん、タヨがどんな試合をするか決めて正しく判定するのさ。
ああ、それはいい考えだ。どうせ僕は勝つから何でもいい。僕も。僕がどうやって？大丈夫、どんな試合でもいいから。うん、太陽が決めたら何でもするさ。そうだ、そうだ。何でも？わかった。よし、みんな準備できた？うん、それじゃあ、うん、試合を始めます。最高の働く車なら物知りじゃなきゃ。最初の試合はクイズ試合です。最高の働く車ならまずは賢くないと。それじゃあ問題を出します。夜に大きないびきをかくバスは誰だ？そんなの知らねえよ。太陽、それが賢いのと何の関係があるのさ。何でもするって言ったよね。それじゃあ4択になります。1番ワニ、2番ラニ、3番ロギ、4番シト。じゃあこの中で誰だ？知るわけないだろ、他にないのか。他の正解はシト。体が大きいじゃないか。ブー、残念。1番ガニ。ブー。じゃあ3番ロギ。ブブー。まさかあの可愛いラニじゃないよね。ピンポン、正解。本当か？あの可愛くておまさなラニがいびきをかくのか。うん、そうなんだ。だけど僕が話したことは絶対に秘密だよ。心配するな、絶対に話さないさ。なんでそんなに睨んでるんだ？それじゃあ次の問題。クイズはやめて他の試合をしようよ。そうだ、他のがいい。クイズ以外で？わかったよ。次の試合は最高のコメディアンを決める試合です。コメディアンって。早く早く、何でも自信あるぞ。それじゃあ僕の真似をしてみてね。いくよ。これを俺たちが？最高の働く車と何の関係が？知らないようだけど、みんなこれすごく好きなんだ。僕の人気の秘訣さ。僕は後にする。僕も。こんなはずじゃ。なんだよそれ。みんな、仕方ない。よし、じゃあ今度はウケー。おほー、パラパラパンパンパン。うわー。うわー、本当にすごい。これくらい。今回の試合はマックスの勝ち。太陽、次の試合はないの？次の試合？そうだそうだ、働く車っぽい力比べみたいなものだよ。力比べの試合？そうだよ、僕たちは働く車なんだから力で勝負しないと。さっきクイズで勝ったとき喜んでたくせに。それはそれだろ。いいこと思いついた。ちびっこバス、タヨ。じゃあ準備できました。このタイヤでドラム缶を倒せばいいのか。やっと力を使うことができるのか。ちょっとは緊張しろよ。そんなこと言える立場か。準備できた。それじゃあ最初の選手はクリス。わかった、よっしゃよっしゃ。よし、僕の実力を見せようじゃないか。よし、行くぞ。じゃあなんでだ、これ結構難しいぞ。次は僕の番。よし、じゃあ。遠くに投げる試合じゃないのに。どうなってるんだ。どいて。すごい。一つだけってルールはなかったぞ。そうだよね、続けてミリー。行けよ。ああ、惜しい、二つしか倒せなかった。みんな
どいて。よっしゃ。なんだよ。どうしよう。とにかく片付けないとな。みんな急ごう。分かった。よいしょ。ちょっと。よっしゃ。これで最後だ。やっと終わった。ビリーのおかげで早く終わったよ。いや、ポコがいなかったらこんなに早く終わってなかった。いや、マックスが頑張ったおかげさ。なんの、クリスが一番だろ。ごめんなさい。とにかく僕のせいでこんなことになって。いや、これは僕たちがしたことだ。どうせ大丈夫だよ。それじゃあ今日の試合の優勝者を発表します。え、最高の働く車はマックス、クリス、ポコ、ビリー、みんな最高の働く車だよ。みんな自分が引き受けた仕事を最高にかっこよく働いてたから。やっぱり僕たち最高なんだ。そうですね、みんなお仕事は責任を持ってやり遂げる最高の働く車たちですね。もちろんタヨも最高のバスになれるはずです。ヌリの最悪な日。ララ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 ラ今日はなんだかいいことがありそう。タクシー。あれ、タクシー。こんにちは。市役所までお願い。緊急なの、急いで。はい、すぐに着きますよ。それでは出発します。お急ぎなのでスピードを上げます。ああもう赤信号だ。行くわよ。なんでまた赤信号。また。はあ、そんな遅れちゃうじゃない。到着しました。すぐに着くって言ったのに、これじゃ遅刻よ。もう本当にすみません。赤信号じゃなかったら間に合ってたのに。あれ何。はあ、危なかった。なんで水たまりがあるの。やっほー。いやー、なにこれ、なんでも見えない。大変だわ。会いたいよ。それでこうなったの。でもあなたが無事でよかった。私は世界で一番不幸な車なんだ。ちょっとヌリ、そんなことないって。あなたにはきっと何かいいことが起きるから。本当に。もちろん。はーだー。あ、うん、ヌリも来てたんだ。あれ、それどうしたんだ。何かあったのかい。なんでもないの。ねえ、今日は仕事に行かないの。あのね、実は今日これから、僕たち今日クルーズ船に乗るんだ。そうなの、クルーズ船に。はついてるわね。私も一度乗ってみたいと思ってたんだ。あ、そうだ、ヌリ、あなたも一緒に行く。行っていいの。ええ、シトは今日仕事だから彼の代わりにどうぞ。あなっても最高。ほらね、いいことが起きるって言ったでし
花。何？うん、実はもうビッグを誘っちゃったんだ。だから、うん、ヌリは乗れない。ヌリごめんね。ほら言ったでしょ、やっぱり私は世界で一番不幸な車なんだって。これでよし、終わったわ。出てきていいわよ。ありがとう。仕事に戻るわ。そうだ、ちょっと待って。何？じゃじゃーん。何それ？あなたにあげる。ほら、すごい、とっても綺麗ね。これは幸運のお守りよ。幸運のお守り？そうよ、このネックレスがあなたに幸せを運んでくれるはず。嘘だよ、そんなのありえない。いいえ、本当よ。さあ、あなたのとびっきりの笑顔を見せてちょうだい。お、ありがとう、花。いい一日を。あなたもね、頑張って、ヌリ。やだ、何なのこの顔。幸運のお守りって本当かな。まさかね。タクシー。どうも、こんにちは。どちらまで？とにかく急いでいるんだ。市役所まで頼む。え？市役所？さっきは着くのが遅れちゃったんだ。おい、急いでるんだ。早く出してくれ。あ、すみません。ヌリはまた市役所へ向け走り出しました。今度は遅れませんように。幸運のお守りさん、お願い、時間通りに到着させて。あ、青信号だ。すごい、また青だ。やっほー。あ、もう市役所だ。よかった、とっても早く着いた。ここで降りますか？ああ、そこを右に曲がったところで降ろしてくれる？え？あの道はさっき私が…あ、泥だらけになった。もう行きたくないな。でも、お守りがあるし、あそこでお客様を降ろそう。あれ？すごい！道が綺麗になってる！お掃除してくれたんだ。到着です。無事に間に合ったよ。どうもありがとう。いえ、どういたしまして。いい一日になりそうだわ。幸運のお守りのおかげね。トレーラーの中に閉じ込められてしまいました。あ、動いてる。ここなんなの。ちびっこバスだよ。こんなに近くで見たの初めてだ。はい、みんな、そろそろクルーズ船に乗るわよ。ねえ、ちょっと待って、まだビッグが来てないよ。よう、みんな。ビッグ、どうして遅れたんだ。あ、すまなかった、来る前に荷物を下ろしてたんだ。みんな揃ったわね。さあ行きましょう。了解。超ワクワクする。あれ、どうしたの？すごく悲しそうよ。ヌリのことを考えてたんだ。来られなくてかわいそうだよ。ヌリも一緒に乗れたらよかったのにね。心配しないで、ヌリもきっと楽しんでるわよ。行きましょう。わかった。
もう嫌。なんで私だけこんな目に遭うの。ふん。何が幸運のお守りよ。聞こえなかったけど。ロギ、誰かが助けを求めてるよ。今のは聞こえた。お願い開けて。あ、この中から聞こえる。なんだと。お願い。あ、無理じゃない。ハナ、あなたなの。何があったの。まずは外へ出て。もう分かった。ヌリ、大丈夫かい。一体どうやって中に入ったんだ。あ、アラビック、あなたのトレーラーだったのね。ねえ、何があったの。なんでトレーラーの中にいたの。実は幸運のお守りを落としちゃって、トレーラーの中に探しに入ったの。幸運のお守り。でもいいことは何も起きなかった。そうだぜ。いいことあったね。クルーズ船に乗りたかったんでしょ。ああ、夢みたいだわ。やっぱりあれは幸運のお守りだったんだね。どうしよう、幸運のお守り。あ、ヌリ、それってこれのこと。ああ、そんな。曲がってぐにゃぐにゃになってる。そんな。お守りが壊れたらまた不幸になっちゃう。私はどうしたらいいの。大丈夫よ、そんなことないわ。でも実は全部私の作り話なの。あなた悲しそうだったから、これは普通のネックレスよ。そうなの。だけどあなた今クルーズ船に乗ってるじゃない。つまりネックレスがなくても幸せになれるのよ。そうだよ、ネリ。一緒にクルーズ船に乗れたじゃないか、うん、君はきっと幸運のタクシーなのさ。まあその通り。私は世界で一番幸運なタクシーよ。なんだそれ。ヌリにとっては大変な一日でしたが、最後にはいいことがありました。よかったね、ヌリ。Thank you.